こんにちは、総会塾の久保です。各国が財政出動を進めている中で、当然ですけども暗号通貨に流れる資金っていうのもね、増えてるわけなんですよね。という背景があってですね、今暗号通貨の世界ではかなりいろんな通貨が伸びを見せてるわけです。以前は忘れられたネム、これもね、いつの間にかすごい金額になってますね。私ね、実はね、ネム騒動があった時にちょっとね、買っていたんですよ。それがね、今ね、ボーナスのように増えていって、ちょっと嬉しいなと思います。ただ私、日本円に決済するつもりは全くありませんので、含み益が増えてるだけなんですよね。でもこれね、一度に決済したらどうなるのかなと思って、今からでもワクワクしてるところなんですけども、じゃあこれからね、今まで仕込み損なっちゃったんだけども、これから暗号通貨なんか賑わってるから、これから挑戦しようと思ってる方にチャンスがないかなといえば、そうではないんですよ。実はね、結構チャンスがあるんですよ。今回は私の大好きな3つの通貨に絞ってお伝えしていこうかと思います。では皆さんね、また画面を切り替えてご覧ください。最初はご存知、カルダノエイダです。現在価格が 16.43 円。一時期ね、2円から5円の間をうろうろした時期から考えると、なんかね、信じられないぐらいね、急上昇したなっていうところなんですけども、まあじっくりと時間をかけてここまでになったってことでしょうね。で、もともとプレセールでは 0.2 円とかでしたから、そっから考えるとね、どのぐらいになってるのかな、すごいですよね。 0.2 円から10倍で2円ですからね。だから80倍ですか、80倍になってるのかなと思いますよね。で、以前はもうちょっとね、桁が大きくて800倍ぐらいになりましたから、本当にね、利確して送り人っていう人が生まれたのはそこなんですよ。エイダ、これからもね、チャレンジしていこうかと思います。以前ね、もうね、これ見てください。マックス行くでしょ。そしたら125円から150円の間にいるんですよ。そこで急激な利確が起きていって、この左の方ですけども、三角形、円錐みたいなのができてるわけですよね。三角錐みたいなのが。で、今は実は25円以下に抑えられているってことで、まだまだね、伸びる余地がありますね。出来高は増えてますもんね。はい、ではエイダはね、今でもしっかり仕込むチャンスがあるということでございます。次、 BTC ですね。ビットコイン、ここに来てどうやらね、2回目の適正価格をつけたんではないかなと思います。適正価格200万円前後というか、190万前後というかね、まあ以前私が適正価格95万から、そうですね、100万円前後というふうに言っていた時代がありました。その時にしっかりと仕込んだ方は、今折り掛けといって、仕入れ金額の売り値が倍になってると思いますんで、資産をね、単純に倍にしたんではないかなと思います。まあ私もその一人ですけどね、そんなに大きな金額ではないですけども、結構大きな金額を入れてますね。じゃあビットコイン、これからチャンスがあるかないかってことですけども、さあビットコインはね、1000万とかは楽に超えるでしょうね。いや、これなんでかっていうと、各国の財政出動によって結構国民ね、お金が回ってきたんですよ。日本以外ですよ。で、ただ財政出動の次は増税が来ます。あらゆる国で。じゃあ、せっかく手元にあったお金、現金をどうするかっていうと、暗号通貨に忍ばしておいて、この後の反動にかけようと思ってるんではないかなっていうふうに考えます。もちろん、他の考え方もありますんでね、ここで話しきれないようないろんな複雑な要素があります。それはまたね、限定動画の方でお伝えしようかと思いますけども、今回は、まあ、各国の財政出動によって、資金の流通が、まあ、良くなってですね、で、ビットコインにも流れたってことですよね。プラス、詐欺商材が結構今ね、ビットコイン関係で流行ってます。アービトラージとかね、なんか、日利何パーセントっていうのを皆さんお見にしたことがあると思います。先月ぐらいからプロモーションがかかってないですか。全部ポシャりますからね。だから一番最初の10人ぐらいはポンジスキームで儲かると思いますけども、あとは全員パーになりますんで。その時にビットコインを送金しろって言われるでしょ。ね、何社かありますけども。ビットコインを送金するためにビットコインを買うから、この値段が上がってるんですよ。まあ用心してくださいね、ビットコインね。じゃあマックスで見てみましょうか。はい、こんな感じでございます。ちょうど1年前の今頃、200万円のところに三角錐ができてますね。で、お盆のあたりで150万前後になったんですけども、下がっていって、今回またね、200万円前後につけているってことです。この波形は実はね、もっともっと上昇する形なんですよ。テクニカル的に言ったら W は右辺が強いと
ということですよね。楽しみなのは230万あたりを超えたあたりです。もうじきじゃないですか。超えなかったら慎重に買い進めるということになります。じゃあ3つ目の通貨なんですけども、 XRP ですよね。私が現在大量投入している資金の一つですけども、 XRP 一応ね平均取得単価を超えたんですよ。これでですので私の損はなくなりました。予定でしたらあと3年ぐらいしたら決済するというふうに言っていたんですけども、ちょっとそれはね撤回させていただいて、まあ同じような時期にはなると思います。ただいつまでに決済するっていうのが分かっちゃうと結構な量を保有してますんで、私の場合はその私の前に売る人が出てくるのは確実なんですよ。まあ、ですのでちょっと内緒ということにさせてもらいます。ただリップルねなんか評判悪いんですけども、まあまだ上がりますよ。150円とかにはね行くんじゃないかなというふうに見てますけどね。マックスでいきましょうか。150円はあると思いますよ。ほら全然大したことないでしょ、150円って言っても。だから最高値のところまではポテンシャルありますからね、400円前後までは。はい、ということでね、いろいろ勝手なことを申し上げました。私は秘密の情報は全く持ってません。という意味では他の YouTuber さんのようにこんな情報があるから上がるんですよっていうのはないんですよ。完全なテクニカルだけです。ですんでテクニカルと同様、私の場合は6対4で負けが 40%、 勝ちが 60% というふうに捉えていただければ、今日私がね自信満々に語ったこともですね 40% の確率でそうならないということもありますんで、ちょっとこの辺を差し引いてね資金投入ご検討いただければと思います。まあもちろん資金入れなくてもいいですからね、見てるだけでも楽しいですから。はい、それでは本日は以上ですね。暗号通貨は非常にね分かりにくい市場になってますんで、皆さんやけどのないように楽しんでください。